よいしょー、今日は何曜日だ、水曜日、終わりました。うんということで、嬉しいな、水曜日終わって嬉しいなということでね、はい、社会はストレスがたまりますね、皆さん。だからね、夜ぐらいはね、お酒を飲んで楽しみましょうということでね、今日はね、このキャベツ、ごまあえ、うん、あと、とんかつ、一日一回はね、ちょっと揚げ物食いたくなるんですよ。陽気なんで。で、スパゲッティ。スパゲッティということで、この後に食べたいと思います。いやー、今日も作ろうかなと思ったんだけど、ちょっとね、作る系は朝にしようと思って、夜はもう惣菜でいいやと思って、ね、毎日だからね、出してください。よいしょ。今日もね、朝日、クリア朝日できたと思います。負けた。ちょっとこぼしたけど負けたで。食べましょうね。じゃあこのキャベツからいきますか。うん、おいしい。ちょっとごま油と唐辛子が出てきました。うんうんうん。じゃあ皆さん、今日もお疲れ様でした。うますぎです。最高です。こういうのでいいのよね、うまいの。今日はですね、久々あったかくなってきたんで、ホッピー、白ホッピーいきたいと思います。ホッピーは僕濃くしちゃうと酔うんでね、薄くいきたいと思います。焼酎が1缶にで、ほぼホッピーってことね。とんかつ食いたいと思います。あ、これいちご割りうまいな。いちごで割ると、あ、うまい、結構。あ、これがホッピーなんだって。もう美味しい。なんかさ、仕事ってさ、まあ一日普通に終わるんだけど、最後の最後で、終わる最後の最後でちょっと嫌なことあると、を引きずらない、家まで。なんだよみたいな、なんなんだあの言い方とかね、何であんな言い方するんだよとかさ、そういうのない。俺も今日あったのよ、ね、聞こえてきて、なんか俺のこと言ってるのがくっそと思ったんだけど、ダメだ、冷静になれと思って、冷静になるんだパン君と思って、ダメだって。ここは冷静に大人で対応しなくちゃいけないんだって。後で走ってね、さっぱりしようって。
心の中ではさ、って笑ってんだけど、平成よそってよみたいな、みたいな感じなんだけど、もう心でこうってなってんだけどね、冷静に、冷静になってます。でもそういう時多分ね、多分コンビニ行ってお酒とか飲む人多いんじゃないの、すっきりさせたくて。俺はね走るのよ、もやもやしてる時は。なんかムカついたからって、喧嘩めちゃダメじゃんね、喧嘩っぽい職場だけど、それもどうかなと思うから、まあここはねいいやと思ってさ、で走ってってこうね、心の毒素を出して帰ってきます。そういう時って結構速く走れます。なんかモヤモヤしてる時って速く走れる説っていうのは僕の中であって、まあランニングしてないし意味不明なのかもしれないけど、ちょっとモヤモヤ、なんかストレスがかかることがあると速く走れるんですよ。だから大会とかって自分にストレスを与えるために禁酒とか、炭水化物カットとか、カフェインとか、カフェイン抜きとか、やるじゃないですか、大会に向けて。で、体にストレスを与えて、当日爆発させるというね、方法を取るんですけども、そう考えると、逆にもっとショック療法って言ったら、なんか、食療法的に使うんだったら、もうスタート前にものすごく嫌なことがあると結構早く走れんじゃないのかなって思うんですよね。なんか喧嘩とかさ、小人の喧嘩、男同士の喧嘩とかさ、仕事のトラブルとかさ、仕事のトラブルで早く帰らないといけないんだけど、まあ、3、4時間ぐらい猶予あるんだけど、早く終わらして、早く、その案件に取り組みたいんだけど、とりあえずは、3、4時間ぐらいは走れるけど、でも早く走らないとやばいな、みたいな。中途半端なんだけど。結構ある、俺。早く走れたりする、そういう時って、本当に。毎日お疲れ様です、本当に。朝もさ、朝ついに電車の中も短パンで行くことにしました。これが嬉しいんだ、本当。短パンってランパンで行っちゃうってことだよ、ランパン。生足、中年の生足、ちょっと気持ち悪いですけども、なんでそれが嬉しいかっていうと、朝走り始める前に長いパンツ履いてると脱ぐっていうね時間があるのよ。それがもうめっちゃもったいなくて、時間がめんどくさくて、短パンだったらすぐガッて脱いで、いやいや、でびっくりしたのが、昨日一昨日か走ったのよ。走っててあれ、俺パンツ忘れたと思って、あれパンツ入れた記憶ねえぞと思って、
その瞬間リュックなんかゴソゴソやって着替えとか見て、ああパンツ忘れてると思って、やっちまったと思って、うん、買えばいいんだけど買うのももったいないじゃん。だからその日は一日ランパンで下履いてたよ。うん、そう、社服の下はランパン。うん、しょうがないから。ちょっと違和感あったけどね。で帰りもそのランパンで走って帰ってきた。今ちょっとお湯沸かしてる。やっぱりね、ホッピーがね、ちょっと寒くなるからね、お湯割れにしようかなと思って。うん、寒くなったのでね、お湯割りでいきたいと思います。これ、今日も、ホロル。これお湯割りなかったよな、多分。やっとけ。よいしょ。マジさ、いろいろさ、ストレス溜まることあるよね。ほんと。ああ。ちょっとしたことでね。うん。うわ。ちょっと濃いめにしました、ホロル。うん、まい。おお。彼女さんと結婚しないんですか？いやー、多分するよ。多分っていうか、確実に。順当に進んでいれば。ただほら、自分がさ、へたれてるからさ、人生がさ、ここでなんかね、挽回というか、やっぱりね、このままじゃ終わらせられない、俺は、人生は、うん、そう、これはね、今の彼女と娘さんとの出会いっていうのはかなりでかい、気が合うっていうか、気が合うよね。なんか、うん、気が合う。まあちょっと時間はかかるけどね。うん、時間はかかります。すぐ即決できるような、ほら、いろいろな事情があるじゃん。だから、うん、温めつつ花を開かせようかなっていう。頑張ります、はい、うん、あうまいね。今日もね、無事一日終わり、五大満足、楽しい日々、何があろうとも心が揺れても楽しい日々、ありがとうって思わないよね。食べる喜び、うん、明日もう走って仕事をして、またこの場にね戻ってこれるように頑張りたいと思います。毎日ね、結構酔っ払ってベロベロで二日酔いで走ってます。辛いです。辛いよ、マジで。二日酔いのなぁ、毎日。でもね、体動かすことは楽しいんでね、何にアスリートで何でもないんですけど、頑張ります。では皆さん、また明日。